東京名所錦木江東京停車場の全景対戦利益、対象バブルとは、日本の経済史において第一次世界大戦の影響により、その参戦国でありながら本土が戦地圏外にあった、日本の消費輸出が急増したため発生した、空前の好景気。このブームは1915年下半期に始まって1920年3月の戦後恐慌の発生まで続き、 戦前の日本経済の大きな曲がり角となった。工業生産が急激に増大し、重化学工業化の進展が見られ、日本の都市社会にも大きな変貌をもたらした。日露戦争から第一次世界大戦までの約10年間、五大国の一国となった日本経済は着実な発展を遂げてはいたが、国際収支は常に、 赤字で大蔵省や日本銀行の懸念材料となっていた。1914年4月に成立した第二次大熊内閣は国際収支改善のために財政、金融を引き締めて非母債主義の姿勢を示した。1919年に建造された。 大阪法兵交渉の科学分析上1914年7月、ヨーロッパで第一次世界大戦が勃発すると、当初は、為替相場が混乱し、ロンドンを中心とする国際信用機構の機能が妨げられたことや、製品の会場輸送が困難さを増し、工業原料の入手も困難になったことなども、加わって一時的に強硬状態となり、 眉価格が暴落した。大熊内閣は救済に乗り出し、全国産紙業者大会の陳情を入れて政府が500万円を出資、帝国産紙株式会社を設立して、大化の買い入れに当たらせた。しかし、一時は深刻な不況に見舞われた日本経済も、翌1915年の後半から公共に転じ始めた。 イギリスやロシア帝国などの連合国側の同盟国や友好国は不足する軍需品などの供給をすでに有数の先進工業国であった日本に求めた。また、アジア市場からヨーロッパ製の商品が交代した後、日本の商品に需要が高まり、一時的にではあったが、日本がアジアアフリカの輸出市場を独占したことで空前の公共を呈することとなった。 特に鉱山、造船、商事の産業種は花形産業として潤った。年5割や年7割などの配当をする会社も珍しくなく、株式市場も活況を停止、にわか成り金が続出した。この結果、日本政府と日本銀行の保有する成果は、 1914年から1918年の間に約3億4000万円から約15億9000万円に増加し、世界大戦前まで約11億円の債務国だった日本は、1920年には27.7億円以上の対外債権を有する債権国に転換した。産業構造では農業国から工業国へと脱皮し、 さらに重化学工業化の進展が見られた。工業生産は急激に増大し、工場労働者は100万人を上回った。東洋のマンチェスターと呼ばれた工業都市大阪市で一時期、人手不足から成金職工も現れた。また、その過程で工業の動力は蒸気力から電力に転換した。対戦景気は輸出貿易の飛躍的な発展によってもたらされた。 日本は参戦したものの、アメリカ合衆国と同様、ヨーロッパを主戦場とする対戦から直接の被害を受けなかった。そのため、アメリカの後継機に支えられてキートなど、アメリカ市場向けの輸出が著しく増加した。メンシやメンプ、メンオリーモの雑貨などは、戦争により、ヨーロッパ列強がアジアなどから交代したため中国は、もちろん、インド、 東南アジアなどのアジア市場、アフリカ市場への輸出が増加した。輸出貿易は、オーストラリアや南米など従来未開拓であった、市場でも活発化した。また、兵器、軍需品、食料品などが戦争当時国であるヨーロッパ諸国に輸出された。輸出入の総額は1914年から1919 19年にかけて4倍近くも増加した。また、 従来の輸入超過から輸出超過に転じ、対戦期を通じて、超過額は14億円に上った。第一次対戦中及びその前後の貿易額の推移を下に記す。対戦初期では、銅、ラシャ、サージ、靴、アンチモニー、豆類、茶、ベー、メンプなどの輸出が増加したが、対戦中期に輸出額が伸びたのは、木と木線、真鍮及び、 王道、アエンのほマメ類やメンプは、大戦初期から継続して、輸出額が伸び続けた。また、海運業における運賃などの貿易外収入も、貿易黒字に匹敵するほどの巨額に上った。輸出貿易の発展を基礎に、国内生産は、空前の活況を呈した。特に工業部門の増加は著しく、 工業部門生産額が創生産額の過半を占めるようになり、利益率も数倍に上り、日本もようやく本格的な工業国となった。この間、軽工業部門では、面子防疾業、重工業部門では造船業の発展が目覚ましく、さらに、従来、その多くを輸入に頼っていた、化学工業部門も確立した。生産の発展を業種別に見ると、 大戦の前半から発展を遂げたのが、造船業、海運業、工業であり、主として、後半に発展したのが、化学工業、金属工業、機械器具工業、そして、宝石業、電力、電気鉄道については主に戦後に新設拡張が、盛んになったものである。工業部門の生産額が、農業生産額を凌駕したとはいえ、 工業生産額の中では依然として、繊維工業のそれが半ばを占めていた。面子防疾業は、東アジア、東南アジアへのヨーロッパ諸国の輸出が途絶した後、日本商品が同地に進出し、特に中国市場では独占的地位を獲得したことによって飛躍的な発展を遂げた。また、輸出の中心が面子から綿布へと移り、 1916年から1917年にかけて以降は、綿布が、キートと共に日本の輸出商品の主力となって、綿織物業が発展した。製紙業は、開戦直後、繭価格が暴落したものの、1916年以降、アメリカ合衆国の後継機によって輸出が伸び、生産が増えた。工業の中心は依然として、軽工業ではあったが、 第一次世界大戦が終わるまでの間に、海運、造船、綿棒石、銅、石灰、電力、銀行の7部門では、独占資本が確立した。産業の米とも称され、工業生産の基礎となる鉄工業は、大戦による、輸入途絶や造船業をはじめとする、各工業部門の急激な発展を土台として、 福岡県の官営八幡製鉄所の拡張や、南満州鉄道の経営する安山製鉄所の設立のほか、1917年に制定された製鉄業奨励法の後押しもあって、三菱の県に補製鉄所の新設など、民間製鉄所の新設、拡張が相次いだ。また、東アジア地域への資本支出も盛んとなり、 中国の艦や標鉱山からは安価な鉄鉱石がもたらされた。対戦による世界的な船舶不足によって海運、造船業は急激な発展を遂げた。海運業は世界第3位にまで急成長し、造船技術も世界のトップレベルに肩を並べるまでに達し、造船量も米英に次いで世界第3位に躍進して、いわゆる船回り金が続出した。 しかし、船の材料となる鉄鋼は、当初を幅に不足したため、鉄鋼価格は高騰し、鉄であれば、何でも買えと指令を出した、鈴木商店は大躍進を遂げた。また、アメリカが輸出禁止としていた鉄鋼の輸入を、特に認めてもらう代わりに、完成した船舶を輸出しようという、船鉄交換も行われた。船鉄交換は1917年に実現している。 化学工業は、その機関部門をなす合成染料と化成そうだが、それぞれ、ドイツとイギリスの独占に抑えられていた。薬品や、肥料も、ドイツからの輸入が多かったが、これら化学製品が、いずれも対戦によって輸入が途絶えて、品不足になったため、国内生産の確保が必要となった。1915年には、染料医薬品製造奨励法が制定され、 翌年には政府の補助により日本占領製造が設立されて占領の国産化が開始された。すでに生産が開始されていたカリン酸や石灰窒素においては莫大な利益を得ている。このように化学工業は政府の手厚い保護奨励策もあって振興産業として発展の基礎を固めた。日露戦争後から発達を見せていた。 電力工業も水力発電を中心に著しく発展し、以後の躍進の基礎を固めた。1914年には大規模水力発電所である稲輪城第一発電所が竣工し、翌年には稲輪城東京間 228km の送電が成功して、高圧長距離送電が可能となった。電力は大戦を契機に、 原動力及び照明用として広く普及し、原動機の相場力に占める、電動機の割合は1909年の16%から1919 19年には62%に拡大して、蒸気力を上回った。また、余剰電力を利用しての電路工業や化学工業も、勃興した。電力は、他の動力に比べ低コストであったが、水力発電の開発によって、 電力価格がさらに廉価となったため、一般家庭や地方都市における電化が進展した。第一次大戦期は、このようなイノベーションの時代であった。機械器具工業では、工作機械、船用機械、電気機械など、広範な分野において生産が拡大し、また、各部門とも、資本金、生産能力、労働者数などすべてにおいて、大きな発展を遂げた。 特に電気機械は国産化の進展を見た。諸産業の飛躍的な発展を通じて、資本の集積、集中が一層進み、独占が強められた。これに対応して、銀行資本の集中が進み、五大銀行の支配力が拡大した。これとともに、銀行資本の産業支配が促進され、大戦中から戦後にかけて四大財閥を中心と、 する独占資本主義が形作られた。小賀財閥、大倉財閥、浅野財閥などの資産家も持株会社を設立し、巨大コンツェルンを形成した。日本の財閥は、の所得庁を有する。対戦期は、財閥形態が普及したというだけではなく、大資本の新分野への参入や新分野の開拓が、活発化し、多角経営の取り組みがなされて、 財閥の参加事業に新しい広がりを見せた時代でもあった。目覚ましい経済発展の中で第一次世界大戦中から戦後にかけて財閥の主導によって大資本家の主だった人々を網羅した日本工業、クラブや日本経済連盟会など資本家、経営者の団体が設立され経済政策の形成における彼らの発言力が強まった。工場労働者は 第一次世界大戦開始の1914年には85万人であったが、5年後の1919 19年には147万人と2倍、近い増加を示し、特に中科学工業の発展の結果、男子労働者が急増した。商業、サービス業の発達も目覚ましく、都市への人口集中が目立った。梅村又樹の推計によれば、 1913年から1920年までの7年間で、農林業人口は約70万人減少して1416万人になり、非農林業人口は約250万人増加して1304万人に達した。その結果、京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工業地帯、北九州工業地帯が鉄鋼、化学、 機械などの分野を中心に形成されていった。工業ブームで、資本家による工場の新設や、設備の革新も活発だった反面、廃棄された機械を、ベテランの職工が横流しして、大金を得たり、あるいは自らそれを利用して、工場を立ち上げるケースもあった。そこから労働力不足が生じ、成金職工と呼ばれる、不要な職工も出現することとなるが、従来、 都市部の伝統的な職種であった女中や、デッチのなり手がおらず、人手不足に陥るという状況が現れた。また、明治の末年に、摂津石が、朝鮮人助行を導入したのを講師として、日本人労働者の5割から8割の賃金で、働かせることのできる、朝鮮人労働者が続々と移入され、大阪では、全国最大の朝鮮人町が形作られた。 工業の発展に伴い都市化が進展すると農業も変貌を遂げた。野菜、果樹、畜産物など商品的な農産物に対して需要が拡大し農業技術においても脱穀機の普及や大豆かす肥料、化学肥料の使用が増加した。しかし一方では地主による土地集積が進み農村人口の都市流出や農産物における 工業製品との価格差の拡大など新たな問題も生じた。1913年から1920年までの7年間の実質経済成長率は5%強であった。全体として見れば、第二次世界大戦後の高度成長期の平均10%の経済成長に比較すれば遠く及ばない。しかし、この時のブーム感が強かったのは、インフレーションのために、 企業の名目上の利潤が急激に膨張したからであった。対戦契機の間、卸売物価、消費者物価ともに平均2倍強に上昇した。1920年の卸売物価は1913年の約2.6倍になっている。夕日を加工と女学校が行った、生徒の家庭の1914年と1916年の家計簿を利用した。 物価調べの結果が、1916年2月8日の大阪毎日新聞ゆ刊に載っている。それによれば、石炭酸が2年間で25銭から30銭から8円に、商工が1円20銭から6円50銭に、値上がりしている。また、毛織物は3割、内し5割増、紙類は6割、内し7割増、ちり紙は4倍増、ソーダが6倍以上。 鍋や釜は1.5倍、アルミニウム類2倍、包丁が5割増などとなっており、鉄製バケツは30銭だったものが57銭に値上がりしている。物価高騰の原因は世界的な戦時インフレの影響もあったが、日本の重化学工業の生産力水準が未だ低いレベルにあったため、資本材が不足して需要超過の状態が続いたことにも原因があった。 賃金や報給は物価に見合って上昇したわけではなかったので、多くの場合、労働者、サラリーマン、管理の生活はかえって厳しいものとなった。職工中の成金と言われた造船労働者には、1913年から1917年までの間に161%もの増収となったものも、いたが、平均すると47%も下落しており、 生活費の高騰を考慮すると、それ以上の生活苦であった。富山県の漁村より始まった1918年米騒動が、全国に波及していった背景には、インフレによる、生活難があったのである。高度経済成長期の賃金上昇が、消費者物価の上昇率を上回って、所得分配の平等化を促したのに対し、この時の公共は、物価高騰が、 賃金の上昇を上回ったために、所得分配は不平等なものとなり、社会の緊張をむしろ激化させた。川上はじめ下層の人々の生活は困窮し、大都市ではスラム街が形成され、また、至るところに質屋があって流星し、小学校に入学したばかりの学童も家計を助けるために働いた。結食児童も多く、 朝食抜きで登校する学童も多かった。観光理は、その待遇の悪さから、民間に転職することも流行した。妻の内職は当然のことであり、避妊具を購入する理員が増え、当時の方で禁じられている人工中絶さえ行われた。大阪市では、外勤の警察官1 5十余命が結束して、当局に生活苦を訴える。 感染症を出す事態が発生している。小学校の教員は低収入、栄養不良が原因で結核に感染するケースが多く、結核は教員の死因の3分の1に及び社会問題化した。経済学者、川上はじめがベストセラー、貧乏物語を大阪朝日新聞市場に連載したのも対戦景気の最中の1916年であった。 ここで、川上は、貧乏人が貧乏であることは決して当人の責任ではなく、資本家や成金と呼ばれる人々の写真にこそ、元々の原因があると主張し、彼らの道徳的自覚を求めた。大阪では、市役所を中心に、公的な労働者福祉事業が本格化し、公設市場、簡易食堂、共同宿泊所などが設けられ、方面委員制度も実行に移された。 1920年前後に公用したストライキの影響を受けて住友系工場が他の工場に先駆けて終身雇用や年功序列を柱とする新たな労務管理を採用し始めている。インフレーションは後発企業にとっては著しく不利な条件を課されることとなった。1920年からの戦後強行で破綻した企業の多くは 後発企業であり、財閥系をはじめとする先発企業は有利な条件を握り、後の独占体制の形成につながった。第一次世界大戦中、民間の船舶は軍用として挑発されたため、大戦の長期化によって、船舶不足が深刻化した。これにより、海上運賃と戦火が冒頭し、船主や商船会社は距離を上げ、船なり金を生んだ。 老朽化した船でさえ引く手あまたの状態であり、大戦前1トンあたり3円ほどであった船舶のチャーター料金は1917年には40円以上に跳ね上がった。船の建造価格もトンあたり50円くらいから最高1000円近くまで上昇した。日本優先会社は、 1914年の純益484万円が1918年には8631万円に達し、同年下半期には11割もの配当をしている。特に有名な、船成金には、内田信也、山本忠三郎、勝田銀次郎、山下亀三郎らがいる。内田は1914年、資本金2万円足らず、 チャーター船に一隻で、帰船会社、内田帰船を起こしたが、翌々年には所有する船は16隻となり、60割という、驚異的な配当を行い、大戦が終わった翌年には、その資産は7000万円に膨れ上がっていたという。内田は30代の青年であったが、神戸の妻に、スマゴ店と呼ばれる敷地5000坪の豪邸を建てて、連日大宴会を開いたことが有名である。 山本忠三郎は、朝鮮に虎狩りに出かけ、帝国ホテルを借り切って、虎肉の晩餐会を催した。鉄なり金と呼ばれた、神戸の貿易商、鈴木商店は、初めは砂糖や小能を扱う商社であったが、支配人、金子直吉の強気の商業戦略が功を奏して、事業が飛躍的に拡大し、1917年には、 商工が15億円に達して、三井物産の11億円を上回る貿易額を記録した。日立鉱山の久原房之助は、鉱山成金の代表と言われる人物である。久原は、藤田伝三郎の隕石にあたり、当初藤田組の経営する小坂鉱山の建て直しに、手腕を発揮し、藤田組からの報酬と、井上薫の庇護により、日立鉱山の経営に乗り出し、 他の銅山からも積極的に銅鉱を買い入れていたが、戦時下の銅の値上がりで距離を得たのであった。クハラは前後2回の増資のプレミアムだけで2000万円以上を儲けたと言われる。クハラは石油、石灰、海運、中国投資などにも事業を拡大し、電気機械修理工場から発足した日立製作所を独立させたが、その急速な拡張ぶりは当時から キノコ的発展と称せられていた。食工の中には、労働力不足から、成金食工と呼ばれる人も現れた。1916年年末の大阪朝日新聞には、食工の黄金時代の見出しで、ボーナス風景を伝えており、大阪鉄工所では20ヶ月分ものボーナスを受け取った者もいたという。ただし、上述したように、対戦景気は、 極端な成りと極端な貧窮に苦しむ人々の格差をむしろ拡大させたのであり多くの人々はインフレのために困窮した生活を送った労働運動の草分け的存在となった鈴木文治男子労働者の急増は対象デモクラシーの風潮下での労働運動の本格的な勃興を招いた1912年に鈴木文治らによって創設された UI 会は、当初は労働者相互の親睦や共済に傾注し、学者や名士、労働問題に、理解のある経営者を顧問に招いた、啓蒙活動などを主たる活動としていた。収容によって勤勉で能力ある労働者を作る、ことは、資本家側も望むところであり、日本も相場に労働運動が活発になることを、見越した経営者は、UI 会を通じて、労使協調を図り、 階級闘争過激化の予防を起とした。友愛会は1916年には会員1万8000人、1918年には会員約3万人と規模を拡大し、支部の数も120に達した。対戦景気の労働需要の高まりや、大衆運動勃興の影響で、労働者間でも権利を求める活動が活発化し、やがて、 労働葬儀の勃発に呼応して、労働組合として、性格を強め、1919年には、大日本労働総同盟友愛会、1921年には、日本労働総同盟と解消した。1920年5月には、第一回名令が、東京の上野恩賜公園で開かれている。1918年米総動は、富山県下新川郡魚津町など、 富山湾一帯に起こっていた米の積み出し反対に橋を発したものであり、戦争長期化の影響やシベリア出兵の噂もあって、米化のみならず、生活必需品全般の高騰による逼迫した民衆生活を背景に全国化していった。青森県、秋田県、岩手県、栃木県、沖縄県を除く一同三府三十七県で相乗暴動が起こり、 街道の騒動に参加した者は100万を超え、軍隊が107箇所に出動したと言われる。米騒動は、日比谷焼打ち事件に始まる一連の民衆運動の最後に位置するものであり、近代日本史上、民衆運動に対して巨大な兵力が投入されたものとしては、最大規模のものである。米騒動は、自然発生的とはいえ、民衆が、 自ら独自に立ち上がったものであり、この時期に労働葬儀が急増するなど、その後の労働運動への展開を示唆する民衆による自由行動であった。労働市場流動化の影響を受けた農村においても、お崎く葬儀が増加し始めた。対戦景気のブームが過ぎ去った1922年には、日本で最初の全国的な農民組織として、日本農民組合が、 神戸で創立された。立ち上げの中心となったのは、貧民街の聖者として知られる、香川豊彦と、牧師経験を持つ、農民運動家の杉山元次郎という二人の、キリスト者であった。政治面では、明治以来続いていた、緊粛財政が、未曾有の後継期の中、軍備拡張を中心とする、積極財政に転換した。その一方で、 積極的な資本輸出が推進された。ブームに伴う税収の増加に伴って、財政規模も拡大した。中央の一般会計に限定しても、歳出が1914年の6億4800万円から1921年の14億9000万円まで2倍以上の財政規模となった。これに、臨時軍事費を加えれば、7億円から16億円の増加になった。 最大の支出項目は軍事費で1920年と1921年にはシベリア出兵の費用と軍備拡張費によって歳出の6割近くに達した。1918年に成立した現内閣は歳入増加に恵まれて積極財政を展開した。原高氏は大倉大臣に高橋小暦を迎え寺内内閣より引き継いだ。 中等教育、高等教育の拡充はじめ、鉄道の普及、道路の建設や補修、港湾の集築、河川改良、電話の普及などの公共投資を展開していった。その意味では、対戦契機は、今まで立ち遅れていたインフラストラクチャー整備が着手される契機となった。独占資本の確立とともに、資本輸出も盛んになった。 1920年末までには海外投資の額は約30億円に上ったと推定される。資本輸出はほとんどが対中国投資であった。在下房が対戦中に倍増するなど、紡績会社が中国に進出、その他の部門にも進出した。寺内内閣は対戦契機で得た資本をもとに積極的な資本輸出を推進。 イギリス、フランス、ロシアの連合国交際を引き受けた。また、日本政府が1918年に実業家で寺内正武の施設秘書であった西原亀さんを密使として派遣し、北京政府暗記派の断基髄に1億4500万円を提供した西原借款など、政治的、軍事的目的を持った投資借款も盛んで、資本輸出のむしろ中心を占めた。 投資借款は、南満州鉄道、東洋拓殖会社、日本工業銀行、朝鮮銀行、台湾銀行など特殊会社、特殊銀行を中心に行われたが、これは、いわば国家的ななり金勢略であったと言える。ありがとうございます。